はい、どうもインターナショナルスクールチャンネルの西川です。今回はですね、子どものやる気を引き出す親の4大習慣というのを解説していきたいと思います。どうやったら自分から進んで勉強するようになるのか、やる気にさせるにはどうすればいいのでしょうか。心理学では人をやる気にさせることを動機づけというふうに言います。動機づけは飴と鞭のように自分以外から影響を受ける外発的なものと自分自身の中にある関心や興味、意欲による内発的なものに分けられます。外発的な動機づけは親がコントロールしやすくすぐに効果が出ますが長くは続きません。例えば子供が悪い成績を取ると怒られるという理由で勉強すると、怒られるのを避けることが目的になってしまい、自発的に勉強しようとする意欲が低くなってしまうからです。効果が出るまでに時間はかかるものの、やる気を継続させるには内発的な動機づけが必要と言えます。ではですね、子どもの内発的な動機づけっていうのを引き出すにはどうすればいいのか。一つ目はですね、成功体験を与えるということですね。ロチェスター大学のエドワード・デシ教授は、自分はやればできるという有能感があるとやる気が高まり、自分は何をやってもできないんだっていうふうに思うほどやる気が下がるっていうふうに指摘しています。ベネッセ教育総合研究所小中学生の学びに関する実態調査報告書2014の調査でも、自分はできるという気持ちが強い子どもほど内発的動機づけで学習に取り組み、成績も良い傾向にあることが分かっています。ではですね、自分はできるという気持ちが弱いために子どもにやる気が出ない場合どうすれば良いのでしょうか。法政大学の発達心理学者渡辺弥生教授は、成功体験を与えることが重要だというふうに言っています。そのためには子どもが成功することができるよう頑張れば必ず到達できるような目標や狙いを具体的に設定してやり、到達すれば、まあ、やったねとかっていう風に達成感を与えて、また次に成功できそうな目標を立ててやるっていう風に、まあ、スモールステップを設定するやり方が効果的ですという風に言っています。でこのようにですね、達成感を得やすくなると段階的にですね、自信がつき、こういう風な学習意欲につながるっていう風になってます。2つ目、自分で選ばせるっていうことですね。やることを自分の意思で自由に選択することができれば内発的動機づけが高まります。デシ教授による実験では、一つのグループにはどのパズルを解くか、どのパズルにどのくらいの時間をかけるかっていうのを自分で選択させてですね、もう一つのグループには最初のグループが選んだのと同じパズルを渡し、同じ時間内に解くように伝えました。するとですね、選択の機会を与えられた前者のグループは後者のグループに比べて意欲が高くなりました。何をいつどこでどの順番でやるかなど、自分で自由に選択できることがやる気をアップさせるっていうふうに弟子教授は言ってます。で3つ目です。子供に頼り、褒め、励ますということです。弟子教授は、最初は好きで始めたわけではなくても、周りの誰かに頼りにされたり褒められたり、失敗しても温かく見守られていたりという経験をすると、楽しい、もっと知りたいっていうふうに、まあ、興味や関心に変化していくというふうになります。とりわけまだ意欲が低い段階だと、一緒に頑張れる存在がモチベーションをアップさせます。年下の弟や妹など他の子に教えさせたりすることが意欲を引き出すきっかけになるということですね。で最後に4つ目です。好きなことを主体的に学ばせるということです。オックスフォード大学の心理学者であり教育学者だったジェロームブルーナー教授は、好きなことを学ぶときに感じる楽しさや好奇心は内発的動機づけの重要な源だと言っています。好奇心を生かすには子どもの好きなことを深掘りさせて知りたいという気持ちを刺激し、親子で一緒に楽しむことです。主体的に取り組む姿勢が学ぶ意欲を引き出しますということですね。以上が子どものやる気を引き出す親の4大習慣ということで、まとめると、成功体験を与える、自分で選ばせる、子供を頼り、褒め、励ます、好きなことを主体的に学ぶということが、やる気を出すためにはですね、このようなことが必要だということですね。以上がですね、子供のやる気を引き出す親の4大習慣になります。ご視聴ありがとうございました。